スノーマンメンバーがパーソナリティを務める、ラジオ、フジカ、プレゼンツスノーマンの元のまんま文化放送、2月8日、放送会には、渡辺翔太とラウールが登場し、正月に、目黒蓮の家で過ごしたことを明かした。スノーマン、渡辺翔太ラウール、年越し配信後に、目黒蓮の自宅へ、3人で海鮮を食べた。2023年の正月は三が日,日を、 メグロ蓮と一緒に過ごし、メグロの運転で一緒に富士山に行ったり、メメの家で海鮮をたくさん焼いてくれて、それを2人で食べたりしたと明かしていた渡辺翔太。2人で出演した昨年11月2日、放送会では、来年も行きましょうよと乗り気で、メグロもそれを報告できたらいいよねと語っていた。ところが、 正月明けに更新したスマイルアップ、旧ジャニーズ公式携帯サイト、ファミリークラブウェブのグループ連載、スの日常の個人ページで、正月はゆっくりできたものの、寝込んでいたと報告していた渡辺。そのため、ブログをチェックしたリスナーから、勝手に2年連続でメメ鍋、めぐろと渡辺のコンビの相性、お正月ほっこりエピソードを聞けると思っていたので、 混乱と何より心配でしたとのメールが到着。今年の正月は、どのように過ごされたのでしょうか。との質問も寄せられた。すると、渡辺は、この話、そういえばしてなかったと切り出し、安心してください。行きましたよ。去年同様、メメの家にと、今年も、メグロの家で過ごしたことを報告。さらに、今年は、ラウールも一緒だったという。なお、 昨年大晦日は、スタートエンターテインメント級、ジャニーズ事務所所属グループが、一堂に返す年末恒例の、カウントダウンコンサート以下、カウコンがなかったことから、スノーマンは、グループの公式 YouTube チャンネルで、生配信企画、スノーマンスペシャルライブから、みんなと楽しむ大晦日、お実施。 1>, 1時間30分に及ぶライブを行った後、休憩を挟み視聴者と一緒に、年越しカウントダウンやトークを行った。従来の、カウコンには、多数のグループが出演するため、披露する曲も1から2曲と少なく、体力に余裕があるそうだが、昨年は、スノーマン単独でのライブ企画だったため、渡辺曰く、もうほぼ瀕死状態。 生配信終了後は燃え尽きていたと解雇し、ラウールも、やばかったね、あれはと納得のよう。ただ、やっぱり正月は、景気よく過ごしたいということで、配信終わりにそのままメグロの家にラウールと二人で行き、三人で、海鮮を食べたとか、ラウールによると、メグロは、毎年、正月に、海鮮系の食材を取り寄せているそうで、海鮮食べたり、 ちょっとお酒飲んだりとかして楽しんだという。スノーマン、渡辺翔太、目黒蓮は、ちょっと変態チック。絵のこだわりやかす。さらに渡辺は、目目がちょっと野生的というか、ちょっと変態チックなんだよねと切り出すと、ここの牡蠣がうまいとか、ここのカニがうまいとか、自分の中であるんだよね。海鮮に関して、自分の中で精査してるのとこだわりを持っていることを暴露。 ラウールも、割とガチ勢だよねと同調しつつ、めっちゃ美味しかったと振り返っていた。とはいえ、生配信で完全燃焼して、体力も突き果てていたことや、メグロの家に到着したのが午前1時か2時頃だった、ことから、朝までパーッと行きたい気持ちはあったけど、いつもと違って、ちょっと食べて飲んで、じゃあ、帰るかみたいな、さすがに疲れて、と、早めに切り上げたのこと。 そして、渡辺は、家帰って、爆睡して、その急な休み、緩急で、ちょっと頭痛に見舞われたと、体調を崩した理由を説明し、だから安心してください。三人で楽しく過ごしてたんで、お正月は、とリスナーに報告したのだった。この日の放送に、ネット上からは、メメ鍋二人と思いきや、ラウもいたんだ。メメ鍋ラウ仲良しだね、回線。 ガチ勢の目黒連最高に好きこだわりの回線を発注してるってえめめらしいとの反響が集まっていたスノーマン深澤達也自分から告白するタイプではないところが似ている演じることの手応えは深澤達也深澤達也1992年生まれ東京都出身ドラマ「春になったら」は関テレフジテレビ系列で毎週月曜夜10時 放送中撮影、蜷川美香ヘアメイクアップマイミスタイリング三島和也、タトンカコスチュームなのアートイバー。ドラマ、春になったらで、初のホームドラマに挑戦している、深澤達也。新しい自分を見つけられるようで嬉しいと語るが、その先にはもっと大きなものを見据えている。あえら2024年2月12日号より。放送中のドラマ、 春になったらは3ヶ月後に結婚する娘、椎名瞳直と3ヶ月後にこの世を去る父、正彦木梨きなのりたけの父子が結婚までにやりたいことリストと死ぬまでにやりたいことリストを実現していく笑って泣けるホームドラマだ。深沢は瞳の友人、騎士敬を演じる。気づいたら自分の番に。深沢達也以下、深沢僕。 ホームドラマに出演するのが初めてなんです。ナチュラルな日常会話を重ねていくようなお芝居もやったことがなくて。今回のような役は、個人的に一番演じるのが難しいジャンルですね。しかも、役作りをすればするだけ、岸くんから遠ざかってしまうというか、これまでは2週間前からセリフを覚え始めて、アドリブもここで入れちゃおうみたいなことも一人で。 考えてから現場に行くような感じでやってきたんです。でも今回それをやってしまうと、ただ、決められたことを喋ってる人みたいに見えちゃう。クランクインの日は、ちょっと作り込んでいっちゃってたんですけどね。一緒に、お芝居をするなおさんや、木梨さん、三上愛さんが、あまりにも自然なお芝居をされるからびっくりして。もちろん皆さんセリフを喋ってるんだけど、 セリフじゃなくて本当に会話をしている感じで進んでいくから気づいたら僕の番になっていたくらいだからそれ以降はその場の空気感を楽しもうみんなの中にナチュラルに騎士くんが入れるような立ち振る舞いをしたいなというのを心がけています撮影すればするだけ勉強になっていますね騎士は瞳の大学時代からの友人で 同級生の大里美奈子三上を含む仲良し三人組の一人。長年、瞳に片思いをしているが、瞳に婚約者ができてしまい、複雑な思いを抱えている人物だ。深沢、岸君は三人の関係を崩したくないから瞳さんに気持ちを伝えられなかった。僕がもし同じ立場になっても、きっとそうなっちゃうんだろうな、という気はしていて。まあ。 もともと自分から告白するタイプではないんですけどね。そういう意味で、岸くんと自分は似ているところが結構ありますね。人の気持ちに敏感。でも、岸くんは、ひとみさんから、結婚式の司会を頼まれた時も断れないんです。俺、そこは無理。自分の好きな人の結婚式の司会ってなかなかですよ。そこは、ちょっと優しすぎじゃないかなと思いますけど。岸は、 岸で、美子から思いを寄せられていることに気づかない、一方通行の関係性もある。深沢、そこも俺と違うところですね。人の気持ちには、敏感な方だと思うので、敏感というか、基本的に人を、よく観察してるし、コミュニケーションすることが好きなので、あ、なんか、いつもと違うなとかは気づきやすい方です。髪、切ったとかもすぐわかります。 そこがモテる要因なんですよね。まあ、高校生の頃の話ですけど、笑い。今はもう、恋愛系の、密かな行為みたいなものには気づけないかもしれない。岸くんには、優しさと、儚さがあって、瞳に婚約者が現れてからは、なんで言えなかったんだろうという後悔と葛藤で、ずっと心に複雑なものを抱えているので、そういうモヤモヤも伝わるように演じられたらいいなと思っています。 目標は4期連続出演。本人は謙遜するが、騎手は十分ドラマの世界観に溶け込んで見えるし、全クールに出演したドラマ、今日からヒットマンではお調子者だが憎めないキャラクターを実にチャーミングに演じてみせた。演じることの手応えはどう感じているのか。深沢、手応えというのは、うーん、正直、自分ではわからないんですけど、 でもニクール連続でお芝居をさせていただいたことで、お芝居に触れる期間が今までになく長かった。周りの演者さんたちの雰囲気もそれぞれドラマによって違って、こういうお芝居の仕方もあるんだ。あ、こういうやり方もあるのかと学んで、お芝居に対する興味と意欲がどんどん湧いてきている、ここ数ヶ月です。目標は4期連続ドラマ出演。笑い。 僕のお芝居の根本は舞台で学んだと思う。舞台はちょっとオーバーにありますけど、それを基準にして、今日からヒットマンだったら、もうちょっとキャラを作って、どこまで振り切れるか挑戦したり、今回のドラマだったらどう削ぎ落としていくかを考えたり、真逆のアプローチだけど、どっちも面白くて、やりがいがありますね。